いでもこいでも進まへんな。でも森は小さくても一寸法師はやるときはやるで。ビッグになったろ。ふっと、はあ、っ大丈夫でおいでるか。誰？マロは一寸法師。一寸？それよりも早く逃げるでおじゃる。はい。私がこんな体になったのも吹き飛ばしてやる。待て。誰ですか？あれはシンデレラや。うちが体を大きくしたって勘違いしてんねん。もう逃げ場はないぞ。シンデレラ、体を大きくしたん撃ちちゃうって。うそーよー。いくら待っても来ねえと思ったら。あれは、何やってるお前ら。あなたたちは。俺は最有機の牛魔王、わしは一寸法師の鬼、桃太郎の鬼でガンス。バッドエンドもない、終わりのない物語。それじゃあずっとめちゃくちゃな物語のままってこと？お前らの物語をお前らがやめてどうする。物語が続かねえと俺たちの出番がなくなるじゃねえか。黒い影に包まれてから桃太郎さん変になったんだ。そういえば一寸法師さんも。その影を剥がせば元に戻るのかな。わかんないけどやってみよう。レディーって、うち体戻ってへんやん。はぁー、こりゃみゆきちゃん大好き。